エジプトのクフ王のピラミッドをですね貸し切ってですね、中に入って世界平和の祈りを捧げると。場所にも引用があるので回る順番もあるんですよと、おっしゃるんですね。なのでこの辺もですね踏まえた上でスケジュールを組んでありますので非常にマニアックな世界史上ですね一番、能力がすごかったシャーマン、だというふうに言われてるんですね。はい、どうもチャンネルアリューです。今日はですね、2020年6月の神社ツアーのご案内をしたいと思います。といってでもですね今この動画を撮ってるのはまだ2020年の1月なんですね。はい、でなぜですね約半年先の神社ツアーのご案内をするかと言いますと、遠いんです。はい、で、通常はですね毎月1回全国に行く場所どこか決めてですね神社ツアーを開催しているんですけども、今年の2020年6月はですねなんとですねエジプトへ行きます。はい、しかもですねエジプトのクフ王のピラミッドをですね貸し切ってですね中に入って世界平和の祈りを捧げるということがメインの目的となっております。はい、でですね旅のですねそのツアーの詳細はこの下にですね、リンクを貼っておきますので見ていただくと分かるんですけども、まあ、エジプト行ったことありますよという方もいらっしゃると思うんですが、コース的にはですねとてもマニアックなコースとなっています。で理由は、もちろんこのエジプトに行くってなった時に、まあ、第一の目的がそのピラミッドの中に入ってですね、世界平和の祈りをすることによって、その祈りのエネルギーをですね全世界にこう拡散するっていうのが目的で、このツアーの企画が始まったんですけども、今回ですねこの旅のこのツアーのこうスケジュールを組むにあたってですね、行き先私ここに行きたいですというのはもちろん私お伝えしてるんですけども、あとですねこのスケジュールに携わっている方がですね日本のある有名な神社の方がまずお一人携わっています。でさらにエジプトのシャーマンの方が携わっているんですね。で私と3名でですねこの行き先とこう行くスケジュールを組んでるんですね。なので行き先で行きますと、まあ、とにかくたくさんの神殿に行く予定になってますが、そこのですね組む順番だったりですね、これもシャーマンの方曰くエジプトはですねただ来て回るというよりもその引用があると、場所にも引用があるので回る順番もあるんですよとおっしゃるんですね。なのでこの辺もですね踏まえた上でスケジュールを組んでありますので非常にマニアックなコースとなっております。このエジプトのですねクフ王の時代にいたシャーマンですね、この政治的に携わっているシャーマンっていうのがですね、まあ、表には出てこないのでこう存在自体もこう表には出ないんですけども、世界史上ですね一番能力がすごかったシャーマン、だというふうに言われてるんですね。で、ピラミッド の建設に関しては、まあ重力をですね操ってますので石をですね浮かしてこう作っていったというふうにですねその都市伝説なんかではまあ言われてますけども、実際そうだったというところなんじゃないかなと思うわけなんですね。でその一番能力が高かったと言われるシャーマンが携わったクフ王のピラミッドで、しかもですねこの2020年の6月なんですけど、これ夏至の日にこのクフ王のピラミッドを貸し切ってるんですよ。でこのクフ王の、ピラミッドを貸し切るっていうこと自体もとんでもなくすごいことなんですけども、まあ、要するにね世界に一組だけになります。でこの夏至の日っていうのは地球のエネルギーがものすごく高い日なんですね。でさらにここは、まあ、夏至っていうとあと新月っていうのも、重なってきます。でさらにさらに金環日食ですねも、この夏至の日同じ日にですね重なってるんですね。で時間はこう多少ずれるんですけど、このドンピシャの日にですね全てがこう重なってます。でその中でこうピラミッドの中に入ってですねエネルギーもう宇宙この日はもう宇宙と直結してるんですよ。もうとんでもない、エネルギー拡散力がある、日なんですね。でそこで中に入ってですねこの参加者たちがこう世界平和の祈りをするということで、まあ、とんでもないエネルギーがですねこう地球上そして宇宙にもですね、波及していくんじゃないかなとい う, こう楽しみですね、まあ、もちろん世界平和っていうのを祈るんですけどもう楽しみですよね。はい、でその他もですねまあ、クルーズ船に乗ってですねこう
ナイル川をこう下っていくような工程が組まれてたりとか、普通にこうエジプト旅行っていう目線で見てもですね、非常に魅力的な内容になってます。スピリチュアルの関係の方がですね、こうツアーを組んでいくとかなりまあ高額になるんですよ。でただですね、今回は私がそもそもですね、このピラミッドの中でこう世界平和を祈りたいんだと、いうことをですね、このお伝えした時に、まあ、そういうことであればということで、この旅費の方ですね、ツアー価格の方もかなり抑えた、内容になってます。つまりはですね、その世界平和を祈るのに協力していただける方ですね、が非常に来やすくなるために価格を下げてます。なので、通常ですね、この同じ内容のツアーですね、こう回ろうと思っても、こういうね、スピリチュアルの人間がこう噛んでくると、まあ、結構高額になっちゃうんですが、今回はですね、もうその要素は全くなしです。私、なしで、組んでますので、非常にですね、お得です。で書いてあるですね、そのリンク貼ってあるリンク見てあればお値段も書いてあるんですけども、これですね、国際線の航空券も含まれてますので、なんか読んでいただければいいんですけども、まあ、ほとんどですね、もうお土産とか、飲み物ぐらいにしかね、費用がかからないっていうような内容になってますので、かなりお得です。はい。でまたですね、お友達2人とですね、2人1組ですね、1つのお部屋に泊まりますよということであれば、さらにお得になってますので、もしですね、一緒に行きますよという方がいらっしゃれば、お二人で申し込んでもいいですし、2人部屋でも大丈夫ですよということであれば、お一人でもですね、2人部屋エントリーしとけば、次ですね、お二人でもいいという方が、マッチングされてですね、決まっていきますので、どちらでも申し込みはできますので、ぜひですね、検討していただければなと思います。一旦ですね、この定員というのがありまして、まあ、今のところ、まあ、第一次はこう20人で、一旦クローズしてですね、その後その20人が埋まった時期によってですね、その後どのくらい枠が増やせるかっていうのを見ていきます。なのでずっとですね、枠が埋まらずにギリギリまでいくと本当に20名、になります。はい。で早めにですね、どんどん決まっていけばもうちょっと枠が増やせる可能性が出てきますので、まあ、とにかくですね、こう内容が非常に素晴らしい内容になってますので、行きたいなと思っている方はもうとにかく早めの申し込みをしてください。じゃないとこの20人はね、あっという間に埋まってしまうと、それで、時期がですね、もうギリギリの時期になっちゃうと、もうそれで行けなくなっちゃいますので、早めのお申し込みですね、おすすめします。はい。もうとにかく本当に素晴らしい内容なので、このスケッチもね、ぜひ見てください。はい。なのであなたのですね、ご参加ぜひ、お待ちしております。でこのエジプトツアーですけども、行くとですね、必ず何か大きな学びといいますか、変化が出てきますので、それもですね、そのあなたの今後の人生において大きなきっかけの一つになると思うんですね。でここも、期待しつつですね、まあ、行けば間違いなくそうなると思います。でここに集まってくる仲間たちっていうのも新たなご縁がつながっていくので、非常にですね、いいつながりができるのかなとも、私自身は思ってます。で、とにかくですね、あともう一つ大切なのは、このエジプトツアーをですね、もう思いっきり楽しむ、めちゃめちゃ楽しいと、楽しんでくるっていうのがさらにね、重要事項になりますので、もう目いっぱい旅を楽しみたいという方、そして世界平和に協力しますっていう方ですね、ぜひ、申し込んでいただければなと、思います。はい。ということでチャネラーリュウでした。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今 LINE で友達登録キャンペーンをやっております。友達登録していただくと、不動明のパワー付き画像と、私がアイスランドに行った時に出会った太古の神様からのメッセージをプレゼントしております。友達登録は QR コードを読み込んでいただくか、詳細欄のリンクから友達登録していただきます。あなたの友達登録お待ちしてます。